無人島に何か一つ持っていくならと聞かれた際にはジェルと答え、自身がプロデュースするジェルブランドを持ち、現在の奥さんを口説く際にディフェンダーながら2得点を決めると言って有言実行し、内田篤人選手、香川真司選手などを同年代に抱えるお調子乗り世代の代表格であり、その色男ぶりからホリプロとも契約を結び、サッカー界で最も熱い男である牧野智章選手。フィジカルの強さを生かした対人守備の強さに加え、点も取れる攻撃的センターバックとして長い間 J リーグで活躍している牧野選手は過去に一度海外挑戦をしています。サンフレッチェ広島でデビューを飾り、プレー以外の面でも観客にサッカーを楽しんでほしいという思いのもと、当時チームメイトであった柏木選手や森脇選手らと共にゴールパフォーマンスで一躍有名になった牧野選手は、プロ2年目からはコンスタントに出場機会を手にするとスタメンに定着。惜しくも南アフリカワールドカップのメンバー入りは叶わなかったものの、日本代表にも選出されるようになります。2011年、同年代の内田選手や香川選手がドイツに渡り、成長した姿を見せる中で焦りを募らせ、海外移籍をすると自分の中で決めた